はい、ということで今日はですね、ドラフト日本ハム編ということでですね、まあ今日ニュースが、入ってきまして、斉藤佑樹投手対談とね、日本ハム対談という形になりましたけども、まあそうですね、まあとりあえずはお疲れ様でしたっていうところですよね。いろんなことでね、メディアがね、騒ぐっていうところもあって、まあ本人ね、非常に、苦労したとこはあると思いますけども、立崎からすると逆に羨ましい面もあります。先発するって言えばね、ニュースではね、取り上げてくれたりとか、まあそのね、取り上げてくれるっていうのはね、成績を出せば大きくね、取り上げてくれるし、出さなかったらね、大きな批判になるっていうところでね、まあもちろんメリットデメリットね、ありますけども、そうやってね、やっぱりなかなかね、多くの、誰でもがね、そういうこうメディアにね、取り上げてくれるような選手になるわけじゃないので、そういったところはね、まあ大きな批判もあったと、いろんなね、あることないことっていうところもね、本人にとったらあったかもわかりませんけども、そういったところでね、メディアが取り上げてくれるっていうのはね、正直、羨ましいなっていうね、気持ちもありました。まあ高校でね、甲子園優勝して早稲田大学に進んでね、プロ入りしたっていうところでね、まあ多くのところではね、あのまま高校からプロ入った方が良かったんじゃないのかとかね、いう意見とかもちらほら見ますけど、もうそういうの言い出したらね、もう結局何がいいのか分かんないっていうね。で、逆に言うと日本ハムじゃなかったらよかったんじゃないのかっていうね、意見にも、なるかもしれないし、他の球団だったらひょっとしたらっていうね、いうところもあるんで、まあ自分がね、選んだ道で正解にしていくしかないんでね、どっから入ったら高校で入ったらよかった、大学行った方がよかった、社会人行った方がよかった、その球団じゃなかったらよかったって言い出したらね、キリがないので、結局ね、その議論は、まあ答えがない議論っていうかね、まあしても仕方ないからっていうところもありますけどもね、一回、オールスターか、なんか復興のイベントかなんかで一緒になった時にね、ちょろっと話しましたけども、まあ本人ね、いろんなところで苦労もあったり悩みもあったりする中ね、頑張ってきたんじゃないのかなと思います。佐々木がですね、対戦してホームラン1回打ってますね。それも僕にとったらね、いい思い出です。本人にとったらね、このプロ野球人生、まあ納得ね、いく形で行うっていうか、全うすることはできなかったかもわかんないですけども、まあ人生ね、まあこっから長いんでね、この経験を生かして、今後の人生でもね、自分が思うようなね、考えるような、ちょっとやりたいようなね、人生に歩んでいってくれればと思ってね、応援しております。ね。また何かあれば、会う機会もあるかもしれませんし、ご一緒することもあるかもしれないのでね、その時はまたね、楽しく過ごしていきたいと思います。ということでね、斉藤佑樹投手、日本ハム対談というところでね、まあとりあえずね、お疲れ様でしたっていうところとね、まあ今後の人生も頑張ってね、いうところです。以上、ね、ニュース報道から読み解く、佐々木の意見でした。里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、日本ハム編でございます、はい、まあ、今年もね、まあ、現在最下位独走中というところでね、はい、まあちょっとなかなか厳しいね、はい、試合展開になってますけども、うん、まあ、去年のねドラフトから振り返っていきますと、はい、去年はねドラフト1位がなんといっても伊藤大海ねえ、もうこれめちゃくちゃ大成功じゃないですか、うん、単独指名でね、はい、もう今やね、うん、新人王を取るかもっていうところでね、はい、非常に素晴らしい活躍、オリンピックにも出てオリンピックで活躍しましたからね。そう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 、伊藤がいなかったらねっていうと怖いね、結構大変でしたよ、うんうん、さあ続いて2位磯畑、磯畑選手、これだよね、サニーブラウンに勝った、そうそうです、サニーブライアンじゃないよ、ね、サニーブラウンで、サニーブラウンに、はい、勝った男、高校生の時でしたっけね、はい、うんうん、あ1軍では19試合、うん、2割8分6厘。そうだね。で、盗塁が8個。うん、で、2軍では、3割3分3厘、23試合、うん、21安打。で、盗塁が、5個っていうところでね、はい、まあ、センター、今、浅間がね、うん、非常に頑張ってるんで、はい、まあ、そういったところではね、まあまあ、でも次世代に向けて、もしくはもうね、途中からの一撃必殺のね、はい、ダイソーっていうところでもね、うん、面白い存在になるかなっていうね。そうですね。うん、続いて、はい、古川、上武大学から、はい、キャッチャー。1軍では未出場、2軍では、86試合、ホームラン2本、打率2割3分5厘、まあまあかな、うーんっていう感じだね。だって大学ナンバーワン捕手でしょ。あ、ナンバーワン、あ、本当だ、大学ナンバーワン書いてる、はい、今の捕手陣で1軍になかなか入ってこれないっていうところもなかなか苦しいね。で続いて細川、智弁和歌山、良平選手、うん、内野手、1軍はね、未出場、はい、2軍は96試合、2割2分9厘、まあまあ1試合ね、結構出てて、あ、でも103打席かっていうところで、はい、ちょっとエラー多いね。うん、で、根本選手、はい、投手、はい、1軍未出場、はい、2軍では11試合、先発6回、防御率 1.95、はい、1勝1敗、うん、イニング数27っていうことは、あんま投げてないね、うん、イニング数27だからね。はい、まあまあまあ、でもまあいい形。
まあ、高校生ということで、ね、で今がこの前初ヒット初ホームラン、はいね、あのこのサタダイチャンネル見てくれてるというね、そう今川選手いいところで打った、はい、で今年試合は10試合、うん、0割4分5厘、まあ、ホームラン1本だけだからね、うん、でも2軍ではしっかりね61試合3割1分ね、ホームラン14本といい形できてるんで、はい、あとは1軍でどう結果出すかだね。そうですね。で育成が松本10試合登板、うん、斉藤4試合、まあまあここからやな、はい、というところでね、うん、まあ、昨年のドラフトの通信簿で言うと、うん、B プラスだね、うん、お B プラスつきました。 B プラス、うん、A っつってもね伊藤だけだからね、うん、まあそうですね、頑張ってんの、うんうん、伊藤だけで言うともう S クラスだけど、はい、全体的に言うとまあ B プラスだね、うんうん、まあ、そこをまあでもしっかりね補えてるっていうところと、この古川がもうちょっと出てきてほしかったなっていうね、はい、そうですね、ところはあるっすね、今の日本ハムのキャッチャー陣から考えるとね、うん、っていうところで、まあ通信簿的には B プラスです、はい、佐々木的には、はい、さあということで、うん、今年のドラフト、はい、まあ、今年ねちょっと日本ハムここまでねチーム打率2割3分で最低、うん、でチーム防御率が 3.45、うん、で2位一応、はい、っていうところでもうピッチャーじゃ踏ん張ってんのかな。そうですね、結構ね、うん、まあ噂は伊藤っていうところがね、うん、大車輪で頑張ってるっていうところもあるんで、はい、まあ、そういったところ考えると、まあでも日本ハムはね、うん、毎年ドラフトで一番いい選手取っていきますっていうところが、はい、俺はねそれが首絞めてると思うんだよね。おー、そうですか。もうちょっと、はい、だからちょっとね俺によく似てんだよ、はい、ちょっと逆張りして、うん、ちょっと変わったことで人と違うこと変わったことやって、はい、で目立って、うん、それでうまくいって評価されようっていう、うん、ちょっと俺によく似たあの日本ハム傾向あるんだよね。そうですよ。でもそれ首絞めてんですか。それが今ね首絞めてると思うんだよ。だから結局、うん、埋めなきゃいけないところ、はい、埋まりきってないのよ、うん、そのいい選手取ってる。だからやっぱり足りないところをしっかり補っていけるようなドラフト戦略に俺は立ち返った方がいいと思うんだよ、うん、ただこう1位で取った選手が活躍してるイメージがあるんですよ。そう、ね、はい、まあ、今日伊藤博美ね、はい、でその前は川野龍生、あー川野くん、はい、だから川野盾の上野鈴木とね、うん、あの社会人4人、ね、ダイソー社会人4人取ってっていうところでね、はい、うん、まあ、ここもだからカードもリリーフだったらいいんだけど、うん、ちょっと先発じゃね俺はちょっとなかなか今のチェンジアップ方向扱えないところで厳しいから、で縦のがね今のところいい感じでね、はい、今年やっとね、うん、ここに来て、でその前が吉田恒成、はい、で清宮、あら、うん、で堀、あこれ今今年ねやっとやるのは上原、うん、そう思うとあれですかね、私やっぱダルビッシュ投手とか大谷投手の、そう大谷選手のイメージが強いのか、うんうんうん、だからそう考えると、はい、まあ、今年のね、うん、日本ハムおすすめのドラフト1位選手はこの人です、はい、ちゃんと戦略を考えてということですか。はい、はい、第1回選択希望選手、うん、日本ハム広畑敦也投手、三菱自動車倉敷オーシャンズがいいんじゃないのかなって、うん、あそうですか。まあ先発も本人は先発やりたいらしいんだけど、はい、俺リリーフでも適性あると思うの、うん、ちょっと今の日本ハム、はい、まあ、井口とかね、うん、リリーフも頑張ってんだけど、まあ、左の堀っていうところはねいいんだけど、ちょっと宮西もね晩年になってきてる、はい、で後ろのね、まあ、杉浦ロドリス、うん、ちょっとねリリーフがもうちょっとカチッとはまった方がいいかなっていうところで、うん、まあ、このね広畑はリリーフもできるし、はい、まあ、先発っていうところもできるし、うん、まあ、この今回のドラフトでその日本ハムの戦略でいうと、まあ、投手でいうと一番上位に来る目玉、はい、選手でもあるし、うん、だからこの広畑は、はい、まあ、いいんじゃないのかなっていうね、今のチームにフィットさすためには、うん、でしかも帝京大学、あ後輩じゃないですか、はい、であの先輩に西村いるから、はい、日本ハムもね、あ、そうですね、まあ、そういったところもいいかなっていうところ、うんうん、でも本人はね、はい、ヤクルトファンらしいのよ。あだからね、敦也っていう古田さんの名前を取ってるらしい。名前一緒なんですね。そうそう、だから本人はヤクルトファンだからね、うん、でも日本は広畑いいんじゃないのかなっていう、そのチームのコンプスセットにも合うし、うん、はい、今のチームに足りないこうやっぱ投手陣っていうところの厚みを増す、で先発リリーフどちらでもいけるっていうところでは非常にフィットするんちゃうかっていうね、うん、俺は広畑がいい。あとは、うん、まあ、高校生で行くとしたら、まあ、風間投手、はい、明桜高校の、うん、これもまあ高校生の中ではまあ風間、小園、森木、立つっていうところはね、そこがなんか強いですよね、来るところになってくると、うん、まあ、風間投手っていうのもまあ非常にね、はい、まあ、フィットしやすいかなと、うん、であとやっぱ俺キャッチャー取った方がいいと思うのよ。あ、まあ、昨年もね、うん、取ってんだけどね、はい、この古川選手をね、うん、取ってんだけども、やっぱなかなか俺の目から見てもやっぱキャッチャーが物足りない、うん、でそう考えると
キャッチャーで、うん、今年一番そのアマチュアの中でいいって言われてるのは、はい、まあ、中央大学の古賀優斗、この選手がパンチ力もあって非常にキャッチャーの中では評価高い。キャッチャー1位ってあんまりないじゃないですか、1位じゃなくていいのよ、はい、だからまあ2位とか3位とかで、うんうん、あとは早稲田の岩本、はい、保守、うん、っていうところも俺はいいんじゃないのかなっていう、ね、あ、そう、キャッチャーを上位で取るっていうのもいいですね。そう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 、うん、っていうところがね非常にいいかなって、うん、俺はキャッチャーも取った方がいいかなと、うん、あとは二遊間も欲しいね。で 今もまあ確実に決まってるのは、まあ、ファースト高浜、はい、でサード野村、うん、センター浅間、うん、で近藤、はい、で今レフトにしか入ってるんだけども、でだからまあ二遊間っていうところはもうちょっとパシッと決めたいよねっていうね、うん、そうだ、結構どこ補強してもいい感じですね。そうだ、そりゃそうよ、最下位だからね、うん、あ、まあそうですね、そうですね。でもまあ強いて言ったら、まあピッチャー行っといてキャッチャーと二遊間は補強したいかなっていうね。そう思うと結構高校生というよりは即戦力をまあ取るようなイメージですか。そうだね、まあでも二遊間は高校生でもいいかなっていうところはあるけども、うん、まあバッテリーはダイソー社会人ぐらい取っといた方がいいんじゃないのかなっていうね。去年ほとんどあれですよね、全部即戦力として取ってるわけですよね。そうそうそう、細川亮平選手以外は、うん、だからそこがうまく回ってないからね。あ、まあ、でも根本っていうところも高校生だからね、うん、はい、だからそこがまあうまく回ってないから、だからここのね細川根本っていうところがこの二遊間をね、うん、とか、まあ、この多分この選手は左だ、あ、ピッチャーか根本がね、はい、で細川っていうところがね内野、うん、ところだから、そこをまあ、ね、将来的には補ってほしいっていうところもあるけども、うん、はい、まあ、そこはまあダイソーとかも引き続き取った方がいいんじゃないのかなって個人的には思うね、はい、だ1位は広畑か、うん、まあ、風間くんが俺はいいんじゃないのかなと思うね、うん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 、いいじゃないですか、うん、でキャッチャーね、うん、キャッチャーは取った方がいいと思う。キャッチャーそうですね、うん、2位とか、うんうん、とか3位とかでは取った方がいいんじゃないのかなって思う、はい、本当にこのね古川選手がもうめちゃくちゃ良くて来年からもいけるっていうんだったら俺は高卒でもいい、はい、うん、と思う、はい、じゃ古川選手がどのぐらい育ってるかによって高卒か大卒かっていうところはね、うん、そうそう決めてもいいかなっていうところはあると思うんですね、うんうんうん、はい、でもまあやっぱり1位とかはそこがいいんじゃないのかなっていうね、うん、あとやっぱりね、はい、ドラフトと併用で外国人取ってこなきゃいけないよ。あ、そうですね、野手もね、うん、ロドリゲス当たったら飛ぶけど当たらないからね、うん、だから外野に1人外国人を取ってくるっていうところで外野が埋まるから、はい、まあ、そこは、まあ、浅間、西川、近藤とかの外国人で外野を埋めてっていうところを考えると、うん、まあ、二遊間とバッテリーっていうところは日本ハムを取った方がいいと思います、はいはい、まあ、どうなるでしょうね。そうですね、うん、まあ、これは俺は勝手に言ってるだけだからね。毎年一番いい人を取るって言ってるわけですから。そうでなった時に俺は、うん、広畑は俺はいいと思うね、はい、うん、一番戦略的にもね、うんうんうん、言えるほどね、はい、ということでね、日本ハムファンの皆さん、うん、どうですか。